はい、ご祈祷でよろしいですか。はい、あ、はい、こちらにご住所を。あ、はい、わかりました。では、ここから中に入っていただきます。はい、まずお願いします。
体の清めをお祓いをいたします。その後神職が、祝詞をあげます。またその後には、玉串を持ちいただいて、神殿に向かわれましてご拝礼をしていただきまして、というのが一連の流れとさせていただきます。また、細かいことも言っていきます。はい。まず、主罰というお祓いがあるんですけれども、はい、その時神主が祓い言葉というお祓いの言葉を述べるんですけれども、その時もは、頭を下げていただいて、その祝詞を終わった時には上げていただくという形になります。また、大の里というあちらの白いのところで、お祓いをさせていただくんですけど、その時も一度頭を下げていただいて、お祓い終わりましたら上げていただく、そのお祓いの場合は、その時その時でご案内をさせていただきますので、神主に任せていただければ嬉しいかとは思います。また、その後祝詞と僧正とありまして、祝詞と僧正もお祓いの時と同じで言葉を申しますので、その時も頭を下げていただきます。で、祝詞と僧正が終わりましたら頭を上げていただきます。で、祝詞と僧正が終わりまして、神主がこちらに来まして、玉串をお渡しいたしますので、玉串を受け取っていただいて、こちらに来ていただいて、二礼、二拍手、一礼という作法ですけれども、でご参拝をいただきます。では玉串を拝礼していただきます。こちらの方にお進みください。正面にお進みください。まずそちらで一礼をお願いいたします。榊を立てていただいて、上の手を下げていただいて、一度そちらでお願いをお願いします。また左手を添えていただいて、時計回りに回し、切り口を神殿に向けるように刃の上に置いていただきます、はい、では、2礼、2拍手、1礼の作法でご拝礼、2度お辞儀をし、2度手を叩いて、もう一度お辞儀を